13世紀から15世紀にかけてのリトアニアの拡大。ビテニスは1295年から1316年にかけてのリトアニア大公。彼は長きにわたるゲディミナス朝の最初の統治者である。14世紀初頭にビテニスの名はゲディミナスに先駆けてとどろかせ、現代のリトアニアの歴史家によって偉大な統治者とみなされている。ビテニスの統治は ルーシマゾフシェ、ドイツ騎士団との絶え間ない構想による広告の強固化の業績として止められている。最初にビテニスの名が言及されるのは1292年に、彼の父が800の軍勢を率いて、マゾフシェに侵攻して、列山で達した時である。父の死後、1295年から公くらいに就いた。ビテニスは、 まもなくポーランド継承戦争に巻き込まれたが、ブワディスワフ一世単名の対抗馬である、ボレスワフ二世を支援している。ボレスワフ二世は、リトアニア出身であるガウデマンダを妻としていたからで、ある。ルーシの地で、ビテヌスは、ミンダウガス暗殺後の湿地回復を果たすと同時に、ピンスクトゥーロフ領公国を併合している。 イキョトであるリトアニアとサモギティアへの十字軍は激しさを増し、1290年代にはドイツ騎士団とリボニア騎士団がプロイセンとバルト海援団を征服したことにより新しい水準に達していた。ビテヌスの統治官には反対側であるドイツ騎士団の居城に匹敵するほどの防壁上ラインが築かれ、ネマン側からユリア側まで堤防が強化された。この期間に、 ドイツ騎師団は、北方のリボニア騎師団と連絡を取るために、バルト海サモギティア間の回廊の建設を、試みている。ビテニスの統治間に、ドイツ騎師団は20回に及ぶサモギティアへの侵攻を、行っている。ビテニスはサモギティアへの貴族への影響力の浸透という手段を講じ、それは、サモギティア貴族の裏切り、亡命の増加で裏付けられている。ゲディミナスは、 貴族の統制することでビテヌスを助けているが、ドイツ騎士団の家臣として、プロイセンに移住することを考えていたらしい。ドイツ騎士団はまたセミガリア全体の支配を強化していたが、そこにはエーズクラウクルの戦い以来から、リトアニア人の中東軍がいた。ドイツ騎士団は1281年から1313 13年にかけて、リトアニアが支配していた。 ディナブルク城を奪取している。ビテニスの最も評価されるべき業績の一つにリガとの同盟がある。1297年にリガの司教、道都市の分離協会、リボニア騎士団の不仲が原因で内戦が勃発した。ビテヌスはリガの市民への援助を申し出て、さらには不明瞭ではあるが、キリスト教への改修も約束したので、 イ・異教徒ートの兵士とキリスト教の住民間の宗教的緊張が緩和された。ビテニスはリボニアへの侵攻に成功し、リガ北方のカルクス城を破壊し、トライダの戦いに勝利して、ブルノ団長と22人の騎士を打ち取っている。リボニアは安定し、ビテニスは1298年から1313 13年にかけて11回にも及ぶプロイセンのドイツ騎士団への 遠征を行うが、ブロドゥニカも巻き込まれ、彼の地では大量殺戮が行われた。この原因は1318年のドイツ騎士団が、ポメラニアを占領し、ポーランドと異境を始めたことによる。リトアニアの中東軍は13、1313年に、リガの住民が死を、ドイツ騎士団に明け渡し、異境都が追放されるまで、リトアニア城と呼ばれた郊外に留め置かれて、 リガの守備についていた。リガとの友好は、貿易や商業を活性化させ、1307年から、ポロックにあるダウガバイ系の影響力を助長させ、リトアニアによる主要な貿易の立場を強化させた。リガとの連絡が閉ざされたことにより、ビテニスは1312年に、フランシスコ修道会を招き入れ、彼らにナバフルダックのドイツ人商人のための、 カトリック教会を経営させた。宗教上の土壌は、ビテニスは1316年からのリトアニアの都市化に土台を置いていたそうである。都市化は、ビリニュスとモスクワ間のルーシにおける宗教的調の競争手段であった。ビテニスは1316年頃に後継者を残すことなく没した。その死の周囲の状況は知られていない。長い間、 ロシア歴史家は軽い打撲であると主張した。しかしながら、これは、ロシアの著述家の間違いである。すなわち、ドイツ騎士団がゲディミナスが、ビテニスを殺して、行為を散奪したというプロパガンダを不正確に翻訳したのである。ビテニスの最後の記述は、ドイツ騎士団が、ネマ川の右側の堤防に最初に気づいた、クリストメーメルジョへの1315年9月期間中の、 好意に失敗したことである。歴史家は、ビテニスには父に先立って没した可能性のある、ズベルグティスという一人息子がいたことが知られている。このような状況は、ビテニスの兄弟であるゲディミナスの高速位を可能にした。彼の統治官で、広告は、軍事的にも、政治的にも東ヨーロッパの大国になるのである。ありがとうございます。